ございます。本日はですね、今から奈良に行きたいなと思います。奈良に夫婦でちょっとお出かけしに行くんですけども、今日の僕のコーディネートはですね、オールブラックスというコーディネートをしてて、嫁はオールホワイトです。コーディネートのポイントありますか？今日はタックンが黒なので、私は全身白にしました。で、髪の毛もさ、白もさっき髪の毛もパーマやってるからな。まあ、実はこの撮影ではパーマ当てた次の日なんですよね。ねえ、休憩やねんな。なあ、顔磨いた？磨いたよ。もう行こうか。行こうか。ということで、久々にラーメン屋に行ってきました。あのラーメン屋は僕が大好きなラーメン屋で、こうちゃんは嫁は、豚骨がすごすぎて苦手やって言ってたんですけど、もうとうとう関西に住んで5年、克服しましたね。ね、そして今日はですね、今日のデートは激渋のデートで、川のレザー工場を見に行くという激渋の夫婦のデートをお送りしたいなと思います。なので、今までは、夫婦の様子のタックンでしたが、これからはちょっと YouTuber タクゾーとして、工場見学をしていきたいなと思いますので、おそらくこれは動画にはしませんが、ちょっとこれちょっと初めての場所やからここでいいんかな、分からんけど、まあそんな感じで動画にはしないんですけども、ちょっと工場見に行きたいなと思います。行きます。うちらみたいにこうやってチャリチャリ持つ人とさ、キーケースっていうこのキーケースあるじゃん、あの顔みたいな、あれを持ってるとこ違うのかなって。さらにチャリチャリ持ってる人も多いじゃん。だよね。なぜ私映してる？よし帰ろうかってなった瞬間にずっとね、そう見切った、吸収力すごかったな。そこにすごい集中してるからさ、で多分あんなもん氷山の一角なんやけどさ、俺らが見てることとかさ、分かることとか、ベルの時だったね、休憩のびっくりしなかった。あんなとこでいちいちネタ入れてこんねえねん。びっくりしたふりしてさ、いや本当にびっくり、子供ちゃうねんから、子供の小学校の社会見学ちゃうねんから。めっちゃ結構大音量だったよ。オールホワイトにケーキ、ケーキはタクゾー実家でもらっていたな。うん、もらってきた。しかも食べてきた、食べてきたし、もらってきた。食べた、うん、食べた。一口食べるやったらいらないって言ってた。美味しいんだよ、いつもあれ食べちゃう、ついつい。これ学校紙にはホワイトで決めず、かわいい。この学校でまだデートすんねやろ。いや、もう T シャツ終わっちゃうね。私がホワイトでタックのブラックコーデでお出かけしたい。あ、来週さ、じゃあさ、原田さんと行くとこの格好で行くかな。まあ、そうやな、ね、ではまた嫁像は、近くこの格好またこんな同じくらい。じゃあ最後違うの、今日はなんか最後夕日もすごく綺麗でいい感じで
なんかいい感じです。今からはご飯を軽く作って早く寝たいと思います。結構いい。